はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ今回もねアークやっていきたいと思うんですけどもね、今回はですね、いつもねよく言っているですね、マップのね右上ですね、あの肉食島ですかね、肉食島、うん、あそこにね、実はね洞窟があると、うん、いつもねそこでなんかティラノとか粘ってた時にね、あ、それ洞窟あるなということでね、今回はねそこの洞窟、ちょっと名前わかんないですけどね、洞窟の攻略に行ってみたいと思います。さあ、洞窟に行く前なんですけどもね、これね以前作ったねこのクリスマスコーナー、これね消えちゃったんですよね。綺麗さっぱり、そう、あのクリスマスイベントがね終わったのかな、なんか没収されましたなくなっちゃった。いやでもね確かねゲームインするときになんかアナウンスを見るとね、なんか延長したみたいなこと書いてあったんだけども、でもねこれなくなっちゃったんだよね。うん、あとね、あの恐竜たち様子見てると、イベカラーじゃないノーマルの恐竜がね湧いてたから、どうなんですかね、延長したっていう風にアナウンサー書いてあったけど、挙動を見る限りはなんか終わってるんじゃないかなみたいなね。うん、あ、待ってよ、ここに入れてある、あ、クリスマスツリーあるよ。え、これ置いたらどうなんだろう、置いてすぐ没収されちゃうとか、ひょっとして。ちょっとやってみよう。ピッ、あるじゃん。え、何なんだろうな、わかんない、よくわかんない、挙動がわかんない。これあれかな、次ゲームアウトしてインしたら、あー、なくなった。やっぱり没収されるんだそうか、え、じゃあ挙動的にはイベントも終わってるってことだよね。え、待って、これもしかしてこれもそうなのかな。でもこれってイベントの、今回のイベント関係ないもんね。この、ちょっと待って、これ入れてみよう。あ、来た、モザイク。これは違うか。これ誕生日記念なんとかってやつだからね。これは大丈夫か。うん、よし、よかった。一安心。さあ、それからね、もう一つですね。これですね、前回捕まえたね、このケサルね、これのね、プラットフォーム、このサドルですよ。これをね、つけました。ほらほらほら、こんな風になってる。で、この上になんかね、建築ができるみたいなんですよね。うん。これね、ちょっと試しにやってみるか。こうして、ほら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 、ね、土台を置けるでしょ？ね、こんな風にね、こうできるみたい。なんかいろいろ可能性広がりますよね、これでね。うん。よっしゃー。さあ、というわけでね、いよいよ本題なんですけども、今回行く洞窟がね、ちょっとどういう洞窟かっていうのもね、いまいちよく分かってないんですけども、ちょこっとだけね、入り口から少しだけ入ってみた感じ、なんかいろいろね、想定されそうなんですよ。で、今回ですね、じゃーん、もうちょっとね、完璧にね、今ね、自分が持っている、自分のね、準備できうる装備で、ありとあらゆることを想定してね、用意しました。まずね、もしも暑かったらっていうことでギリ持ってるでしょ。で、防御力アップということでね、これイベントでゲットした、この鎧の値がね、でかいやつを持っていく。それからですね、こちらですね、至高のね、アサルトライフル。これのね、設計図が手に入ってたので、これ作りました。これね、めちゃくちゃ大変だった、作るの。一応見ていくとですね、どれだったかな。ここに入って、あ、違うな、ちょっと待ってくださいね。あ、これですね、これ見てください、ポリマー1826、これがね超大変だった。でもねこれ作りました。で、弾もね一応200発、まあとりあえずは200発。それから、ロケットランチャーも持っていきます。10発弾持っててっていうことですね。あとね、パラシュートと、せっかくなんでね、このね、グラップリングフックも、もしもなんかの時のために使えるかもしれないから持っていくという感じですかね。あと寒さ対策の、あとブリューですね。うん、あと水があるといけないんでっていうことで、スキューバのタンクも持っていくと。で、連れていくですね、恐竜はですね、イワコですね、バリオニクス。これでメインは行こうかなってとこなんだけども、念のためね、カーラ、ティラノですね、これちょっとレベリングしてですね、値が結構えぐいことになってきたんで、ちょっとこれ持っていくことと、あとね、女神ですね、メガテリウムね、これも一応持っていこうかなという感じですね。移動はね、アルゲンで行こうということでございます。よっしゃー。まあ、とりあえずちょっと行ってみないことにはわからないんでね。早速じゃあ行ってみたいと思います。
さあ決戦の地、肉食島にやってまいりました。ここでね、まあ何度も言ってるんですけどもね、もう本当に何度ここに通ったかという感じでございますけどもね、うん、なんかね、まあ、挙動の話なんだけどね、これがね、またあれなんですよね、このイベントがね、なんか終わったのか終わってないのかよくわかんないんだけど、なんかね、恐竜もね、いなくなっちゃったんだよね。コマンドもね、何も使ってないですよ。でね、こう出てきてるやつね、これもうイベントカラーじゃないんだよな、ほら。そこにサーベルタイがいるでしょ。そう、まあ今からね、洞窟攻略なんで、まあちょうど都合がいいっちゃいいですけどね、これ全然いないからね。そう。イベカラーのやつらがみんな消えちゃったのか？いや、そんなことはないな。イベカラーの子はね、別に残ってるか残ってると思うんだけど、結構ね、ここでね、あた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 ってね、狩りまくってたらね、なんかいなくなっちゃったんだよ、みんな。湧いてこないっていうね。もしかしたら何かバランスがどうのっていうことはあるかもしれないですけどね。よし。で、そうそう、ここなんです、ここなんですよ。着きましたね。ここが入り口だったと思う、確か。ほら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 。よし。じゃあね、いろいろと準備しちゃいたいと思います。よっしゃ、一応念のため寝袋ね、ただこの寝袋を使うっていうことはですね、中で大変なことになってしまったということでね、いろんなものをロストしたりとかいうことで、これがね、使うっていうことはないっていうのが一番いいですけどね。ね、どうしようかな。アルゲン、一応ね、格納したんだけど、アルゲンここに入れてっか。大丈夫かな、この箱の中に入れててね。とりあえずそんな感じかな。ちょっと肉は少し置いていくか。よし、これで行きましょうかね。じゃあ早速行きたいと思います。いや、ちょっとこれ中入ってからだな。まずはな、この装備系はね、全部ね、暑い寒いが大丈夫だよな。暑い寒いが今ね30度、暑いんだな。ん、暑いのか。あ、体温低下になってきた。うおー、マイナス5度か。じゃあやはりですね、これギリ装備じゃダメだな。よし、ちょっと入れ替えるだ。なんなら、ちょっと待ってください。ここは慎重に行こう。なんならギリ装備置いていくか。よっしゃ、いろいろね、身軽になった。じゃあ行きまーす。ここまではね、実はね、ちらっと見に来たんだよね。で、こっから水になってるんだけど、うわー、来たー。これ、泳いでいけるか？念のためこっちで行ってみるか。これでね、よし、行きます。うおー、やっば。体温低下。うわー、なんか音がすごいビリビリってしてる。ん？あ、そこすぐ上がれるの。こっちは行き止まりだ。あ、なんだ、これだけか。めっちゃ短いじゃん、これ。おー、びっくりした。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。やばいやばいやばい、コウモリ軍団めっちゃいるんだけど。ちょっと待って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 。仕切りなし、仕切りなし。え、これだったらじゃあ、これいらないな。こんだけだったら。ここでしたっけ？これ、こっから、バリオで行くか。よっしゃ、いい枠を召喚。で、こっからザブーンと入って、いけるよね、これ多分ね。来た、来た、来た。よしよしよし。いい、早い早い。おい、来た来た来た。さあ、あのコウモリ軍団が、この、いい枠で行けるか。めっちゃいるんだけど。やっぱ始まった。大丈夫だな。よし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 。いけるいけるいける。数はいるけど。いいね。強い強い強い。ナイス。さあ、うわ、これどうな、あ、まだいた。これどうなってんだ、この地形的に。え？これなんか、やばいんじゃない？これ谷底みたいになってる。んー、待てよ。道順的にはこれ左側に一応ルートはあるな。これ下の方に広がってるってことは下にどんどん行くってことなのかな。ああ、虫系もいるね。なるほど。これあれだな、メガテリウムでもいいかもしれないけど、いや、これ下に行くんだったらこれパラシュートで降りちゃったらって話じゃない、これダメかな。まあいいか、とりあえず一回普通に道順で、あ、これ道がなくなってるんだけど。あはは、落ちてった。え、これってバリオでジャンプで向こうに行くって感じか。やってみるか。おい、あ、いけるいける。よしよしよし。
こういうことね、こういうことね、こういうことね、こういうことね。あー、みんな落ちていくね。ほっ。おい。これはもしかしたら、あ、やばい。これもしかしたらあれだな、グラップリングで、生身で行っちゃうのもありのような。広いよね。雰囲気ある。まあ、でも、とりあえずは、これで行こう。まずはね、この子がどこまで行けるかということでね、ちょっと待ってくださいね。すごいことになってるよ、あそこ。コウモリ、あ、な、見ない。ほら、コウモリ軍団。レベルは低いな、でもみんな。130がいる。いや、これパラシュート一撃で。ただ、じゃあ帰りどうするかって話だよね。そう、生身で行っちゃったら。うん、まあここは初めて来たことだし、道順通り行ってみよう。うん。で、こうなんか、なんだろう、段差があってもジャンプで今んとこね、バリオなら行けるから。はい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 。いいねいいねいいねいいのもらってるいいのもらってる。おいおいおい。よし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 。岩子ならなんとかなるぞ、こりゃ。先進もう。あ、今ね、見えてる。あれじゃない？あの、いつものアーティファクトがあるじゃん。え？やっぱ下に降りていくんだな。ということは、こっから、待ってください。これ、こっから、パラシュートでヒューって行けば、あそこに行けるよね。間違いない。で、帰りは、グラップリングで、上に登ってくる。どうしよう。悩むね。とりあえずでも。それ、ビスったらおしまいな気がするんだよな、いろいろと。あれ？ちょっと待ってください。これ、道がなくなっちゃったよ。え？いよいよそれで行かなきゃダメか？あ、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。道あるね。まあ、じゃあ行くか、もう、このまんま。これ、もし、ここに何回も来なきゃいけないってなった時の2回目、3回目の時は、それ試してみようかな。今回はじゃあ、これね、道順に行けばいいみたいだから、ここで行こう。はい、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 はい。ていうか、ここ広いから、もしかしたらここティラノでも行けるのかな。おわお、壁から雲が出てきた。へい、へい、へい。あ、これはどうだ、これ、判定ある、ここ。よしよしよし、いけるいけるいける。通ります、通ります。はーい、青クレート発見。これはジャンプだな。ジャンプ。よっしゃ。これ見ていくか、青クレートだけどね。大したものは多分出ないでしょう。あ、いらないね、これ。えい、よしよしよし。これ、サソリとかね、クモとかね、なんかね、見慣れた敵はね、大丈夫だな。安心感がある、むしろ。レベルもそんな高くない。さあ、道順で、こう、ああ、いいね、いいね。ちゃんと道順になってもらってる。ん？あ、雲が地面から、壁から湧いてくる。代わりのことを考えてね、全部潰していこう、ちゃんと。危ない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 。足元にご注意ください。さあ、行きます行きます。いや、これ楽しいな、これ。うん、なんかちゃんと一本道になってて、いいね。迷わないからいいよね、こういうのもね。さあ、どんどん進んでいく。なんやかんやと、あ、もうなんだかんだこれ、もう結構下の層まで来たぞ。うん。いいね。はい、どうもー、どうもー、どうもー。ああ、敵はね、まあ、正直に言っちゃうとね、敵は弱い。うん。はい、いいね。なんならもう全部やっていくか。これ、ベガテリウムで出したら、結構エグいことになってるかもね。瞬殺かもね。まあでもこれもうバリオだけでいけるでしょう。はい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 、はい。大逃げ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 。待って待って待って。ほらほらほら。お前ら後ろから。前から後ろから卑怯な奴らだ。こっちは一人やぞ。はい。大丈夫か大丈夫か。めっちゃ押し込まれてるけど。ああ、そうだな。これあれだったな。バズーガとかそういえばね、使うチャンスも何もなく。痛い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 。ちょっと待って。やばい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 。動けない動けない。
危なっ。ふぅ、いやーちょっとね、あれでしたね。危なかったね。数がいっぱいいたから。そうだな。何も、そういえば、せっかく準備してきたのに、使ってないっていうね。うん。バズーカ上からぶっ放してもよかったね。これ、縛ったな。いろいろやればよかったな。とはいえ、ちょっとやってみる。ちょっと遊んでみる。これ、遊び心必要でしょう、これ。安全なとこからね、弾撃ちたいな。ほら。ちょっとやっちゃう？せっかくだから。これ試したいんだよね、これね。これ、アサルトライフル。あそこにいるでしょ？いけ！おら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 ！おお！強っ！もったいないかも。あそこにいるぞ。おら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 。ん？リロード、リロード。うわぁ、画面が画面が画面。あ、やべやべ、来てる来てる来てる。やべやべやべ。はい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 、はい、あーめっちゃ来た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 。いいね、アサルトライフルいいね。はい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 。あれちょっと待って、これもう制圧しちゃったんじゃない？なんかまだいるか。どうもこんにちはっす。なんかここにうろうろしてるやつがいそうな。あ、いないね。何ももう来たー。てってれー、アーティファクトー。よっしゃ。これなんだ？暴食か。よし。暴食のアーティファクト。ゲットだぜ。あ、ちょっと待って。これそういえば。待って待って待って。これまたすぐ湧いたよね。カワウソに、カワウソに持たせる作戦？ちょっと待って。荷物が多すぎるな。ドロップでしょ？あれ？入らない？ドロップ。あ、来た！持てた持てた！よし！今ね、カワウソくんが今1個持ったでしょ？で、これ自分の、え？お、拾った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 。え、2個持ち帰れるじゃん。てか、なんなら、あれ？でもこれ、え？ 2 個しか出ないの？ほら、なんかさっきのモヤモヤがもうなくなっちゃった。てか、2個は持って帰れるってこと？いや、よくわかんないけど。連続で出てこないですね。洞窟から一回出ればまたあれかな。ほら、あのなんかこう、ぼやぼやっていうオーラがね、消えちゃいましたね。うん。よっしゃー。とりあえず、なんかあっさりだったな。このバリオのね、この子が強かったっていうことですかね。うん。で、ちょっと待って。もしまた来ることを考えて、これ、もしあれだったらグラップリングフックを、使うという時に、ちょっとこれも練習でやってみるか。6番で、どこまで届くかな？例えばじゃああそことか？あの辺から来ましたよね、確かね。いや、もう一個上か？あっちか？とりあえず一回やってみるか。そこに打ちかまして、ボンと。当たった？あ、来た。こういうことね。でも、これ次のグラップル打つためにっていう風に考えたら、あのほら、なんかこう、綱渡りっていうかね、スパイダーマンみたいに次のやつをプシューって打つためには、あ、これダメか。グラップリングフックを乗った、が乗ったクロスボウをもう一個持ってなきゃいけないね。例えばね、今のスロット7番にそのもう一本のやつ入れて、で7番に切り替えてあっちに打ちますよね、パンって。で、6番の今のこれを切り離すみたいなことしないと、これだって今ここで打ったら下落ちちゃうよね、多分。ちょっと、あんまりにも高すぎるから、低いところでやってみるか、練習。これ今1本繋がってるよね。で、次のやつ打つと、あれ？打てないな、やっぱ。切り離してからしか打てないな。っていうことか。瞬間的にやればいいか。テクイぞ、これもまた。超スーパーテクイ技だな。もう一回やってみよう。こう打つ、ヒューっていく。で、次のとこに行くために、次のとこに行くために一旦切り離してからの、こういうこと？あ、こういうことだ。ほら、できた。で、上がってきましたよね。これでやれば、タン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 って、まあ一本でもいけるっちゃいけるか。うん。ただ、グラップ
ップルの本数結構いりますよね。ですね。あれちょっと待って、ここのね、この緑いやつ、こいつぶっ放してやるか。4番で、おら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 、おいーですね、こういうことだね。よっしゃ、ちょっと贅沢に下に戻りたいから、切り離して、パラシュートと。おーほー、自分の持てるね、アイテムと技をね、すべて駆使して贅沢に遊んでいく。オッケー、こういうことね。よし。そうか、こういう広い洞窟ってパターンもあるから、こうね、高さみたいなね、こういうのがね、うん。これもじゃあ、今後の洞窟ね、攻略にね、またちょっと活かしていきたいなと思いますね。あれ？これ今帰り道なんだけど、多分こう左から来たけど、これ右にも行けるよね。クレートがあるのかな？あれ？こっち来てないぞ、これ。これ右側の端に、一応道があって、そこコウモリ飛んでますもんね。あれ？もうこれだけだな。行き止まりだ。あ、来た。よっしゃ。あ、ここ来てなかったな。あ、これなんか怪しくない？この道。あれ？これ近道か？これ大丈夫かな？行けるかな？ほい！あ、行けた。行けた行けた。あ、ショートカットか、これ。ショートカットですね。うん。これ今前に見えてるところぐるーっと回っても行けるけど、ここにショートカットあるんだ。なるほど。よし。じゃあ戻るか。いや、これバリオはやっぱ強いな。ああいうなんかね、離れてるところもジャンプで行けるからね、強いわ、これ。洞窟最強だな、これ。よーし、戻ってきた。お疲れ、岩子。岩子、ナイス活躍だったな。よし、じゃあもう岩子をね、しまっていきましょうかね。ふう、何事もなく戻ってまいりました。全部回収して、まあ、ちょっと肉はね、ちょっと捨てていきますか。じゃあね、支度を整えて、一旦拠点まで戻りましょうかね。はい、というわけでございましてね、今回はですね、こちらもう、ね、今早速ね、後ろに飾ってあるんですけれどもね、何でしたっけ？暴食でしたっけ？これちょっと見てみようかな。うん、これですね、暴食のアーティファクトということでね、暴食の洞窟ということに行ってまいりました。これでね、ほら、1、2、3、4つになりましたね。かっこいいね、これ。すごっ。うん。まあこれ今ね、自分のやってるね、洞窟のね、あの攻略の順番がね、どうなのかっていう、その難易度とかもね、ちょっとよくわからないままやってるんですけども、はい、残りあとね、6つもまだありますね。まだ半分来てないからね。洞窟の場所がね、分かってるところもいくつかあるので、うん、まあまた、おいおいね、装備をね、またしっかり整えて、うん、いろいろね、やっていきたいと思います。あ、そうだ。これ、カワウソくんの中にもね、入ってるんだよね、ほら。で、こういうこともね、できてるっていうね。うん、はい。ということでね、今回ここまでとなります。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。